ハワード・フリップス・ラブ・クラフト作翻訳 The Clative Cat 闇をさまよう者前回の続きからです式服をまとい、頭巾をかぶったものの行列を見たがそのものの外形は人間のそれではなかった また彫刻のある天に届くほどの高さの一枚岩が何列にも並ぶ果てしなく広い砂漠を見下ろした彼は見た光の届かぬ海の底に立つ塔とうと壁の群れを薄く揺らめく冷たい紫のかすみを背に黒い霧が切れ切れになって漂う宇宙の稼働を それらすべての彼方に派手しない暗黒の深淵を垣間見た。そこにはうねうねとした誘導からのみ知られる古系のあるいは反古系の姿があり混沌の上に秩序を重複し基地の世界のあらゆる逆説と謎に至る鍵を提供するかのような雲なす力のパターンがあったのだ。 その時突然何かしら噛みつかれるような恐怖のパニックが入り込み呪縛が解けたブレイクは息を詰まらせて石に背を向けた何か無形の異質な存在が彼の傍らにいて恐怖の熱心さで彼を見張っていることを意識しながら彼は自分が何かと触れ合った感じがした 石の中にいるのではなく石を通して彼を見ていた何か身体的な視覚ではない認知能力によってやすやすと彼を追跡できる何かと手っ取り早く言えばこの場所は彼の神経に触るようになってきたのだ同様に身の毛もよだつ発見が そのの理由にななっていい。たのかもしれない光もまた弱々しくなってゆき照明を持参していなかった彼はさっさと立ち去っていなければならなかった黄昏迫る中凶器のように角をつけられた石の内部にわずかな光気が見えた気がしたのはまさにその時だった。彼は、 目をそらそうと試みたが何か暗い衝動が彼の目を引き戻したのだこの物体は放射能を帯びていて微弱な輪行を発しているのだろうか死んだ男のメモに言う輝くトラペゾヘドロンというのはこれのことだったのだろうかともかくこの打ち捨てられた 宇宙的邪悪のアジとは何だったのだろうかここでどんな所業がなされ今もなお鳥を寄せつけない影の中に潜み隠れているものがいるとすればそれは何だろうかまるで捉えどころのない悪臭がすぐそばで起こっているような感じだったがその源ははっきりしなかった。 ブレイクは久しく開きっぱなしだった箱のふたをつかんで勢いよく下ろした風変わりな長板はなめらかに動きまごをかたなく輝いている石の上で完全に閉じたカチッと鋭い音を立ててふたが閉まると落とし人の向こう頭上の先頭の栄空の暗黒から かき回すような柔らかい音が聞こえたようだった。ドブネズミだ。それに決まっている。彼が侵入してからこれまで。この呪われた大建築の中で。存在を示した生物は。こいつらだけだ。そうは思っても。戦闘に起きたこのかき回すような気配は。彼をひどく驚かせたので。彼は。 飛び出して螺旋階段を駆け下り、触式じみた振動を横切り、地下の通路に入り、人気のないスクエアの散るの山を抜け、恐怖に疲れた小道の人混みと、ヴェラダルヒルの大通りを下って、健全な中通りおよび我が家のような大学界隈のレンガの歩道に向かった。 続く何日かの間ブレイクは遠征のことを誰にも話さなかった代わりにある種の書籍を読みあさり下町の何年分もの新聞の閉じ込みを調べ蜘蛛の巣の張った制御室から持ってきた川荘の本の暗号文字に熱狂的に取り組んだ彼はすぐに気づいたのだがその暗号は単純なものではなかった 長期間努力した結果その言語は英語でもラテン語でもギリシャ語でもフランス語でもスペイン語でもイタリア語でもドイツ語でもありえないと思った彼は自分の異様な学識の最新部まで掘り起こさざるを得なくなりそうだった夕方になると必ず 西を見たいという古い衝動がぶり返した。遠き半伝説界の密集する屋根の間に立つ黒の戦闘をお家のごとく彼は見た。だが今やそれは生々しい恐怖の響きを伴っていた。それがひた隠しにしている悪の遺産を彼は知っておりその知識によって 彼の幻想は新たな奇妙な方向へと自由奔放に暴れ回った春鳥が帰ってきたが夕暮れを飛ぶ姿を見る彼の目には鳥たちが孤立した不気味な戦闘を避けているように見えたこんなことはこれまでなかった一群れの鳥が戦闘に近づいた時 それが恐慌のうちに混乱し、チりチりになって向きを変えるように彼には思えた。何キロも彼方のこととて、耳には聞こえなかったが、荒々しいさえずり声が思い浮かぶようだったのだ。ブレイクの日記が暗号文字の制服を告げたのは6月のことだった。 彼はそれが特定の邪悪な古代教団が用いていた暗黒の悪路語であることを突き止めた以前ためらいがちに調べたことがあったのだ日記は不思議なほど解読結果について触れたがっていないが彼が恐れ不安に陥ったのは明白だった輝くトラペゾヘドロンを行使することで 覚醒する闇をさまよう者への言及がありそれが呼び出される前にいた言沌の暗き深淵に関する吉街じみた憶測が述べられていたこの存在はあらゆる知識の所有者で残忍な犠牲を要求すると言われているブレイクはその存在が召喚されたと見なしているようで日記の中で 何度かそれが外を忍び歩くのではないかという恐れを表明していたただし彼は街灯がそれがまたぎこせないような防壁を作るとも付け加えている彼は輝くトラペゾヘドロンのことをしばしば語り全時空に向かって開かれた窓と呼んで古き者どもによって 地球にもたらされる前クラキュゴスで作り上げられた日からの歴史を追っていた南極大陸の海ゆり生物によって奇妙な箱に安置され彼らの廃墟からバルーシアの蛇人間によって引き上げられ永久の時の後デムリアで最初の人類によって覗き込まれた風変わりな陸と 一層風変わりな海を渡りアトランティス大陸と共に沈んだ後ミノワ人漁師の網にかかりカグロキケムから来た朝黒衣装人に売り払われたファラオのネフランカはこれの周りに窓のない地下室付きの寺院を建てその名があらゆる記念碑と記録からそぎ落とされる原因となる行為をなした。 そうと新しいファラオはこの邪悪な寺院を破壊しトラペゾヘドロンもその中で眠りについたが発掘者の隙がそれを掘り当て再び人類を呪うこととなった7月初め新聞記事がおかしな具合にブレイクの記載を補うこととなった短くさりげない調子だったので ブレイクの日記がなければその記事の影響が一般的な注意を引くことはなかったのだがフェデラルヒルでは恐るべき教会によそ者が入り込んで以来新たな恐怖が増大しつつあるらしいイタリア系住民たちは暗く窓のない銭湯から聞こえるゴソゴソバタバタガリガリといった聞き慣れぬ音の剣をささやき 自分たちの司祭を呼んで夢の中にきりに出てくるあるものを追放してくれと頼んだ外に出られるほど十分に暗くなっていないかと何かが扉のところで常に監視していると彼らは言うのだ新聞記事はその土地に昔からある迷信について触れてはいたが恐怖に関する 過去の背景に多くの光を当てることには失敗していた今日日の若い記者たちが高校化ではないことは明らかだったこれらの事情を記す「ブレイクの筆致」には奇妙な「自石の念」が込められ輝くトラペゾヘドロンを埋め突き出した「醜悪な戦闘に日の光を入れて 自分が召喚したもののを追放するるる。が義務であると語っているしかしながら同時に彼は自分の感じる魅惑に関しても危険なほどに示しており呪われた塔を訪れて輝く石の宇宙的神秘をもう一度覗き込みたいという病的な気球夢にまで侵入してくるのだを認めている。 7月17日の朝刊に載ったあるものが日記作家を熱病のような真の恐怖へと放り込んだそれはフェラデルヒルに広がる不安についての笑いめかした記事の中の一編集に過ぎなかったのだがどういうわけかブレイクにとっては極めて恐ろしいものだったのだ落雷のために 死の照明系統がたっぷり1時間機能しなかった夜のこと停電している間イタリア系住民たちは恐れに気も狂わんばかりだった恐怖の教会の傍らに住む者は街灯が消えたのを後期と銭湯の中の者が教会本体まで降りてきて実に恐ろしいやり方でバタンドスンと粘液質の音を立てたと断言した 最後にそのものはとうをドタドタと上がりそこで窓ガラスを塞ぐ音がしたそのものは闇の届くところにはどこまでも行けるが光にあうと必ずや逃げ出してしまうのだ電力が回復し再び明かりがついたときとうの中にショッキングな動揺が走った鎧ろに覆われ すすけた曇ったガラスから伝え落ちるわずかな光でさえもそのものには強すぎたからだそのものはドスンと音を立て暗鬱な先頭につるつると滑り込んだ光を長く浴びすぎると気の触れたよそ者がそこからそのものを呼び出した元の深淵へと再び送り返されてしまうだろうから暗かった時間 群衆は教会の周りに集まり折った紙と傘で風雨を避けながらろうそくとランプをつけた暗闇の中を忍び寄る悪夢から死を救おうとする光の守りだ一度と教会最寄りの者は言った外扉をガチャガチャするおぞましい音がしたんです ところがこれでもまだ最悪ではなかった勇敢でブレイクが読んだのは記者たちが見つけたものだった怪談ものにするには格好のネタだとばかりについに彼らの二人が反狂乱のイタリア系群衆「なにするものぞ」と教会に入り込んだのだ扉を開けようとしてダメだったので例の「地下」 所蔵所の窓から這い込んだ。2人は玄関と亡霊のような振動のほくりが妙な具合に払われ回収席のサテンの裏地と破れたクッションが散らかっているのを見たそこら中に悪臭がしあちこちに黄色いシみと焼け焦げのような跡があった塔に向かう扉を開け上の方に引っかくような気配を感じて一瞬立ち止まったが 螺旋階段に入るとそこは大体きれいに拭われていた当本体の中も似たような感じで半分ほど拭ってあった2人は七角形の石柱やひっくり返ったゴチック風の椅子や奇怪な石膏像のことを語っていたが何とも不思議なことに金属の箱と古い損傷した骸骨については 触れられらていなかったブレイクを何より不安にさせたのはシミと焼け焦げと悪臭のほのめかしを除いてガラスの破損に関する最後の詳細だった塔の縁突窓は残らず割れそのうち2つはやっつけ仕事で塞がれていた。 回収席のテンの裏打ちとクッションの馬装式を斜めになった窓の鎧板に押し込んであったのださらに多くのテンと馬装式の端切れがぬぐったばかりの床の上に散らばっていたあたかも何者かが塔をカーテンがぴったりと閉じていた頃波に真っ暗にしようと作業をしていて それれが中断されたかのように。「窓のない前頭に上がるはしごには黄色いシミと焦げ目がついていたが記者の一人がはしごを登り落とし灯を横に動かして開け弱々しい懐中電灯の光を不思議な悪臭のする闇に向けた時彼が見たのは暗黒と出入り口そばに転がる不定形で雑多なクズだけだった。 氷結は当然ながらペテンであるということに決まった。誰かが迷信深い他の住民をからかって遊んだか、あるいは教神者が住民たちによかれと思って恐怖をあおったか、あるいはもしかすると、もっと若くて学のある住民が外の連中を担ぐために狂言を演出したのかもしれない。 ここにはお笑い草な後日談がある。警察が記事の中身を確認しようと巡査を派遣したところ立て続けに3人が何かと理由をつけて任務を受け最後の4人目は嫌々いやいや言ったと思いきやとんぼ返りで記者の報告に付け加えるべき何者をも見いださなかったのだ。 この時点以降ブレイクの日記はじわじわ募りゆく戦慄と神経質な不安に彩られるようになる彼が自分が手をこまねいていることを責めもう一度停電が発生したらどうなるかをあれこれ思案したその証拠に彼は3度も雷雨の間反響乱になって電力会社に電話をかけ破れかぶれの体で 送電を何とか止めないでくれと頼み込んだのだ時折彼は日記の中で記者たちが影暗き等の部屋を探索した際に金属箱と石奇妙に損なわれた古い骸骨を見つけられなかったことについて書いているこれらのものは動かされたのだと彼は思い込んでいった。 どこへ、何者ないし何者がそうしたのかは推測するしかなかっただが何よりも恐ろしかったのは自分自身のことだった彼は自分の精神と遠くの先頭に潜み住む者との間に一種不浄な官能が流れていると感じていた自分の無分別が 根源的な暗黒宇宙から呼び出してしまったおぞましい夜の存在との間に自分の意志が常に引き寄せられていると感じこの頃、彼を訪ねた人々は彼がいつも心奪われたふうに机の前に座り西の窓からじっと渦巻く街の煙の彼方に遠く見える 先頭が立ち並ぶをを眺めてていいたことを記憶している彼はある種の恐怖の夢についてだらだらと書き連ねており眠りの間に不浄なる好感が強まると言っている日記にはある晩目覚めたら服を完全に着込み部屋の外に出カレッジヒルを下り無意識のうちに西へ向かっていることに気づいたとある。 彼は何度も何度も戦闘の中の存在が彼の居所を知っていると繰りとのように書いている7月30日からの1週間はブレイクの神経が部分的に切れた時期として記憶されている彼は服を着ず食事をすべて電話で注文した訪問者は彼が寝台のそばに紐を用意していたのに気づいており 彼が言うには「夢中友好のために毎晩両のかかとをくくり上げている必要があるらしい」「そうすれば動けないしあるいはひもをほどこうとする間に目が覚めるだろう」「彼は日記の中で自分を崩壊に導いたある忌まわしい経験について語っていた」 30日の夜の夜こと、眠りについたあと突然彼は自分がほとんど光のない空間を手探りしていることに気づいた見えるものといえばわずかに水平に動く青っぽい尾行のみでだが彼は耐え難い悪臭を嗅ぎ頭上からやってくる奇妙な柔らかくひそやかなざわつきを聞いた動くたびに 何かにつまずいた。その一つ一つの物音に返答するような一種の音が頭上からやってきたのだなんとなくかき回すような感じで木と木をこすりつけるような音が混じっていた一度手探りする指が上に何も載っていない石柱に触れた。 その後、彼は自分が壁に取り付けられたはしごの踏み子を握りしめより強烈な悪臭がする上の方にぎこじなく登ろうとしているらしいのに気づいた上の方からは彼に向かって焼き焦がすような熱風が吹き下ろしていた彼の眼前には万華鏡のように次々と つかの間の幻想が遊びそれらすべてが大いなる計り知れない夜の深淵の絵姿へと解けていったその深き淵には疾苦する諸光星となお一層暗い食世界があったのだ彼は原初の混沌についての古い言い伝えを思いその混沌の中央に横たわる盲目の白地心 アザートスのことを考えた。万物の主にして心を持たぬ不定形の踊り子の群舞に取り巻かれ名乗しがたい吹田の鳴らす短調なる過疎家機笛にあやされるところの存在をその時外からの破裂音が彼の麻痺状態を破り彼は自分が言葉にできないほど 恐ろしい場所にいることに気づいたその音が何か彼には分からなかったのだが多分花火の轟きが遅れて聞こえたものだろうさまざまな守護聖人や出身地のイタリアの村の聖人を祀ってフェデラルヒルでは夏の間中上がっているのだいずれにせよ彼は金切り声を上げ 大慌てではしごから転げ落ち自分を封じ込めているほとんど真っ暗な部屋をあちこちうつかりながらやみくもによろめき渡った即座に彼は自分がどこにいるのか知って脇目も振らずに狭い螺旋階段を駆け下りた曲がるたびに転んで内見を作った悪夢のうちに彼は 亡霊のようなアーチの奥に潜む彼の領域からの横柴な流し目をくらいつつ雲の巣だらけの巨大な振動を駆け抜け先の見えぬまま散らかった地下室を急ぎ外気と街灯の方へとよじ登り家々の破風が訳の分からぬことをしゃべりまくる有機の丘を狂ったように下り暗黒の塔が並び立つ無慈悲で無口な死を渡り 急な断崖を東向きに駆け上がって自宅の古い扉にたどり着いたのだ朝になって意識がはっきりしてくると服を着込んだまま書斎の床に倒れているのに気づいた泥と雲の巣にまみれ体中が傷と内身だらけだった鏡を見ると髪の毛がひどく焦げ 上着に不思議な悪の匂いの痕跡がまとわりついていた彼の神経が切れたのはこの時であるそれ以降は室内着のまま虚脱状態に陥ってひたすら西の窓から外ばかりにらみ雷を恐れて震え日記にでたらめな内容を書くだけだった 激しい雷雨が始まったのは8月8日の真夜中になる直前だった市内各地に繰り返し落雷し2個の顕著な宮殿が報告された滝のような豪雨が降り一斉シャのような雷雨がひっきりなしにとどろいて何千の人々の眠りを妨げたブレイクは 照明系統が落ちる恐怖にすっかり取り乱して午前1時ごろ電力会社に電話を試みたところがその時保安目的で電力が一時的に遮断されたのだ彼は日誌にすべてを記録した大きな無神経なしばしば解読不明になる象形文字が募りゆく熱狂と絶望とを語り そののの記載は闇の中で猛滅法をのたた。くっていた彼は窓の外を見るため家を暗くしておく必要があったそしてほとんどの時間を机の前に座って心配顔に雨の間に生える下町の屋根屋根が何キロメートルも続く彼方。街町の明かりの作る星座が示す フェデラルヒルのありかを覗いていたようだ。時折手探りで日記を書いたと見え、2ページにわたって、光が消えてはだめだ。あれは私の居場所を知っている。あれを破壊しないと。あれが呼んでいる。だが今回は多分傷つけられない。などといった言葉が。 ババラバラに見出されるその時市内全域がが停電し照明が消えた発電所の記録によるとこれが発生したのは午前2時12分だがブレイクの日記には時刻の記載がなく「明かりが消えた神よ救いたまえ」。 とだけ書かれている「フェデラルヒーンは彼と同じくらい心配した見張りたちがいた」「人々はつぶ濡れになりながらスクエアと小道に集まり悪の教会の周りを傘で覆ったろうそくや懐中電灯やオイルランタンや十字架や南イタリアでよくあるいろいろな暗いお守り屋で取り囲んだ」 彼らは稲妻が走るたびに祈り嵐の麦が変わって稲妻が弱まりあるいは最後にやんでしまうと右手で恐怖の印を結んだ一陣の風がろうそくのほとんど全部を吹き消し辺りは脅迫的な暗さになった誰かがスピリトサント教会のメルルッツォ神父を起こしに行くと 神父は陰鬱なスクエアに急行しどんなものでもいいから助けになる言葉を発想としたとにかく黒塗りの塔からせわしなく機械の音が聞こえるのは疑うべくもなかった。